はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日はですね、崩壊印をね、使っていきましょうよ。スキルの、アップデートが、今僕 PC 版使ってるんですけども、PC 版のアップデート入りまして、スキルこの崩壊印、情報修正がね、来ました。で、どういう風に情報修正になるかっていうと、自分のデッキに崩壊印ビジャム3枚が入った状態でデュエル開始されるっていうのは同じなんですけども、このね、後ろのね、この分がね、やっとか、今じゃなくてもう最初から総処刑みたいな話はあるんですけども、このスキル自分のデッキエクストラデッキのモンスターが崩壊モンスターのみで、かつ崩壊カード以外の魔法トラップカードが6枚以下のデッキを設定してデュエルを開始した場合のみ適用される。これもともとは全部のデッキあのカード崩壊カードじゃないといけなかったんで、もうこのスキル発動した時点で汎用カードありませんっていう宣言をするスキルだったんですよ。ゲロ弱いっていうねだったんですけども、今回この魔法トラップカードが要は、6枚汎用札詰めると、最大。ということで、今回作ってきました。崩壊デッキ。そこそこいけます。弱いけど。まだ弱いけど。あ、ちなみにエクストラデッキもね、崩壊モンスターじゃなきゃいけないんで、こんな感じになりますね、エクストラデッキは。で、スキルは、まだ説明文変わってないんだけども、これいけるんですよ。で、ちょっとどういうデッキで勝ち方、勝ち筋にしようかなと思ったときに、やっぱね、崩壊鳥獣バスターガンダイルでぶん殴っていくっていうデッキに私はしました。まあバーンでね、勝つっていう方法もあるんですけども、バーンを狙うと、この崩壊ゴーゼっていうね、この2000以上少ない場合になんか、いっぱいビジャム出せるっていう、なんか、いろんなとこからいっぱいビジャム出せるっていう効果があるんですけども、この効果使えないんで、なんかこれをね、使っていくためにもバーンダメージをね、一回無視して、今回は、崩壊鳥獣バスターガンダイルでぶん殴っていくっていうデッキにしました。で、こういってね、出し方こそ難しいんですけども、自分のフィールドの崩壊モンスター3体ね、墓地を組んないといけないんですけども、これね、3連打できるんですよ。3000で、しかも、この効果で特殊召喚したこのカードの攻撃力が3000ポイントアップして、3連打できるんですよ。1回のバトルフェーズに。これめっちゃ強いんですよね。なんで、これでぶん殴っていくっていう。で、ビジャムのそもそも効果はどういう効果かっていうと、このロック性能が非常に高くてですね、戦闘でまず破壊されねえと、このモンスターは。で、相手モンスターとの戦闘を行ったダメージステップ終了時、こいつを、魔法トラップゾーンに置いて、で、相手をアンディメンション化する。で、アンディメンション化したモンスターは、攻撃ができないし、効果が無効化されると。これが強いんだよね。で、こいつ自爆特攻するときは、攻撃力ゼロなんで、戦闘ダメージ受けちゃうんですけど、それを、この、崩壊ダーマっていう、これ崩壊モンスターの戦闘ダメージゼロになるんで、これを発動しながらビジャムを自爆特攻したりして、自分のライフは守っていくと。でコズミックサイクロンとかでバックを除去できるんで、やっぱね、今まではね、因果切断とかめっちゃ辛かったんですよ。そうは言ってもビジャムをね、因果切断されるとか、バスターガンダイルを因果切断されるとかめちゃくちゃきつかったんですよ。なんとかこれでね、回避できるようになったのと、あとサンダーブレイクもね、一応入ってるんで、サンダーブレイクでバック割るっていうこともできるし、あとね、何が強いって、このカードたちって墓地効果あるんですよ、全部。例えばこいつだったら墓地の崩壊回収、これだったらデッキから崩壊をサーチ、でこれだったら、そのビジャムを特殊召喚っていう墓地効果があるんで、こいつらを手札コストとして捨てていくことによってシナジーが生まれると。というわけで、この強いトラップカードを組み込める、これが素晴らしい。やりました。革命です。革命なのか。まあ相変わらず弱いけど、まあその汎用札ない状態よりはだいぶ戦いやすくなったんで、皆さんもぜひ、ね、使ってみてください。いきましょう、デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。相神デュエル、俺のターン。いや、汎用札入れるっていいね。レッドアイズか。レッドアイズはなんかワンチャンいけんじゃねえか。レッドアイズ結構戦闘強なんだよな。ビジャムの要は戦闘破壊耐性があるっていう効果なんですよ、ビジャムってね。なんで基本的に今戦闘強のようなデッキだったら勝てますね。だからもうこの環境的に戦闘しかせんみたいなデッキあんまないんですよ。基本なんか因果切断とかサンダーブレイクとか、なんか、まあ、例えばデモンズチェーンとか、汎用魔法トラップだったらいっぱいあるし、月の書とかもあるしね。でモンスター効果で除去を持ってないデッキあんまないんで、戦闘強っていうデッキもう今ほとんどないんだよね。こうして、でこれはこうして、でこうして、でゴーゼさえ発動できれば大丈夫ですね。攻撃宣言時に、あ、 OK、それは大丈夫。オッケーオッケー、戦闘強だからいけるわ多分。
レッドアイゼッキは意外と戦闘強なんで多分結構なんとかなりますね。崩壊ゴーゼの効果発動、崩壊ゴーゼの効果によってデッキからビジアムを呼び出し強制的に戦闘を行うことができるぞ。お前はこのモンスターと、そしてこのモンスターは戦闘では破壊されない。さらにビジアムの効果、さあアンディメンションか、君のモンスターはこれでもう攻撃宣言することはできず、さらに効果を発動することもできない。崩壊ダーマは手札から崩壊カードを1枚墓地に送ることによって1枚カードをドローすることができる。そして墓地の崩壊カルマの効果、このカードをゲームから除外し崩壊モンスター1体手札に加えることができる。もう1回デューザーでいいか、デューザーも強いんだぜ。そしてなるほど、デューザーを召喚、さあモンスター効果によってもう1回カルマを墓地に送り、そしてカルマの効果によってこのカードを墓地から除外し、また崩壊モンスターを手札に加えることができる。崩壊長寿バスターガンダイルを手札に加えるぜ。崩壊モンスターってさ、めちゃくちゃ名前かっこいいんですよ。これはそのままエンドなんだけど、めっちゃ名前かっこいいんで、あの声に出して読みたくなるんですよね。崩壊長寿インディオラデスボルトとか崩壊超低かあれは、崩壊超獣バスターガンダイルとか、崩壊超低インディオラデスボルトとか名前かっこいいんですよね。で崩壊流星崩壊機デューザーを召喚し、デューザーの効果発動、さあこれによってもちろんカルマ墓地の切り、そしてカルマの効果、墓地からこのカードを除外し崩壊モンスター一体手札に加えることができる。そして3体の崩壊モンスターを墓地に送り、降臨だ。このモンスターは特殊召喚に成功した場合打点が3000アップし、バトルフェイズ中に3回の攻撃を行うことができる。さらにそのレッドアイズスラッシュドラゴンはアンディメンション化によって効果が無効になっている。もちろんこの効果は発動することはできない。発動することはできるのか、発動した効果が無効になっている。そしてこのモンスターはさっきも言ったように3回の攻撃を行うことができるぜ。さあダーマの効果によってデューザーを再び手札に加えることができる。カードを1枚セット、バトル、バスターガンダイル3連打、うわやっぱ汎用魔法トラップって神だわ。さあお相手の方、イシュタール選手、よろしくお願いします。デュエル3倍。あなたは私との戦いでデュエル、僕の敵ではないということを分からせてくれる。そこそこいいな。ダーマ、これコストどれにするかはちょっと迷うな。まあでもデューザーして、デューザー流星砲、流星砲回帰デューザーモンスター効果、こうしてで、こうしてでダーマ効果で1枚ドローして考えよう。あーいいねいいねいいねいい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 と思う。すごくいい、すごくいい、回ってるデッキがいい、いい、素晴らしい。これビジャム持ってきたいか、ビジャム持ってきてるか、ちょっと一回ビジャムで様子見よう。でセットセットしてもいいと思うんだよな、これセットして、でお店セットして、でコストに、まあ、コストにするんだったら別になんかビジャム持ってこなくてもよかったけど、まあいいや。さあこれはね結構硬い盤面ではある。あー融合の方ね、はい、 OK、 ムーンライトフュージョン OK です。ムーンライトフュージョンの効果によって、融合していく、まあ、2体か3体か、まあ、どっちでもいいですね。あの攻撃宣言時、あの崩壊ゴーゼの、効果も使えるし、あと今戦闘ダメージ僕ゼロになるんですよ。
この崩壊ダーマの効果でね、なんで全然いいです、もう全く問題ない、もうゼロにされても全く問題はない、逆にダメージ食らいたいまでありますもんね、この墓地の崩壊ゴーゼの効果使いたくて、全然いいですよ、全然いい、全く問題ない、まあ言うてでもこれ使うよ、崩壊ゴーゼの効果発動してビジャム特殊召喚して、でビジャムぶん殴らせれば、まあ、あいつとアンディメンション化するんで、アンディメンション化すると打点いくつなんだろうな、あいつってもともと打点いくつだ、さあビジャム壁ができたぞ、1枚、そしてビジャムの効果発動だ、アンディメンション化される、3000か、いいだろう、まあ、このインラ切断はちょっと赤いキツネが墓地にいるんであれですね、覚えておかないといけないですね、ビジャム来た、ビジャム肉壁ができるぞこれビジャム肉壁できるのこれで、ビジャムパチやって、ワンドロー、なるほど、一発ぶち込んどく、これビジャム肉壁できるんだよなこれ、ビジャムは魔法トラップゾーンから特殊召喚できる、そしてビジャム特殊召喚、そしてフィールド上の崩壊モンスター3体をボッチに送り現れろ、きたーこれ、きたこれ、相打ちできるこれ、相打ちできるぞいけ、バスターガンダイルで攻撃、そしてこのモンスターは破壊された場合墓地の崩壊モンスターを3体特殊召喚できる、そしてさらにデッキ墓地から崩壊モンスターをサーチできる、きたこれ、ビジャム兵器製造兵器相手困るだろこれ、これ相手困るだろこれ、どうする、私のターン、いや結構これ相手困ると思うんですよね、このカードモンスターを召喚、モンスター召喚いいでしょう、何ですか、モンスター効果、あーオッケーオッケー、ウサギね、ウサギ効果で黄色特殊召喚オッケー、いいよ、はい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 、いいでしょう、いいでしょう、バウンスですか、そんなに痛くないけどな、バウンスも言うて融合されて全部戦闘で破壊されないんですよ、あのビジャムさんは、なんで多分相手この守備のビジャム突破する手段相当きついと思うけどね、融合か、なるほど、2体、はい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 、あーオッケー、あ横、あそういうことか、なるほどな、さあ戦闘破壊耐性ゲートなっています、今フィールド上の4体のモンスターすべて戦闘で破壊されません結構すごい状況、私はってことは崩壊鳥獣出しても突破できないから、とりあえずダーマ効果使ってサーチ入れよう、なるほどな、結構強えな、ハンドハンド結構強くなってきた、でただこうしてこれでアンディメンション化すれば、アンディメンション化すれば、あ間違えた、やべ、ちょ魔法トラップゾーン埋まってるやんけ、間違えた、崩壊初心者あるある、これマジ崩壊初心者あるなんですよこれ、これね、あのね、アンディメンション化するためには魔法トラップゾーンちょっと相手ないといけないですよね、普通にミス、僕のターン、ドロー、ダーマ効果、ほっ、さあ手札がどんどん増えるぜ、そしてカルマ効果、あの魔法トラップゾーンが空いてないと、アンディメンション化はできないということを覚えておきましょう皆さんね、これあの反面教師にしていただいて、そしてアンディメンション化はそう、そのモンスターはもうすでに戦闘で破壊できるようになっている、これが効果が無効になるということだ、相手のフィールドのモンスターは攻撃宣言をすることはできず効果が無効にある、これがビジャムの最強効果、モンスター効果を発動します、何、えそれ特殊召喚できないぞ、それ特殊できんぞ、融合モンスター手札に戻んないから、おてめえも月光初心者か、さすが月末レジェンド隊、月末レジェンド隊はクオリティが低いぜ、対戦の
対戦のクオリティが劇的に低いぜ。そして崩壊ダーマの効果によって墓地のバスターガンダイルは回収させてもらうぜ。そしてビジャムは再び舞い戻るぜ、異次元から。そして3体の崩壊モンスターを墓地に送り、崩壊長寿バスターガンダイル。このモンスターはバトルフェーズ中3回攻撃をすることができる。いけ流星崩壊機デューザを召喚。デューザの効果は発動。これでデッキからダーマを墓地に送ってバトルフェーズだぜ。いけこれが崩壊必殺4連打。まずは1連打。何関係ない。いけ崩壊長寿バスターガンダイル。そしてバトルステップインガス切断発動。この効果によっててめえのモンスターはゲームから除外されるぜ。さあ俺は残り3回の攻撃を残している。1連打2連打目消し飛ばせバスターガンダイル。やっぱ太陽札詰めるって幸せなことだね本当に。さあお相手の方第1組かよろしくお願いします。デュエル3倍。僕たちはデュエルはデュエル楽しませて。反応そこそこ強いですね。俺の敵は順調。いやなんかねだいぶ排尿札詰めるようになってなんかデッキとしては動かせるようにはなってきたね結構。さすがに除去がめっちゃ多い環境なんでちょっとそこだけきついなかなっていうのはありますけど、言うてだね結構なんか動かせるようにはなってきたかなって感じ。どうする、遅れは取らない、ドロー。さあ大将ミサワ、おっとどうした、お舐めてんのかてめえこっちがこっちが崩壊できたからって舐めてんのかてめえ。くそ俺も攻められねえぜ。これがダメなところですね崩壊デッキの。基本的に受け身なんてね、自動的な挨拶来た、おはようの挨拶、リンクスリーおはようの挨拶来た。やべえきつい。まあでもビジャム戦闘解体してあるんでセップスロかよ、ふざけんなよ。もうどこからでもセップスロ飛んでくるからな。行くぞ。もっとどんな角度からでもねセップスロ飛んでくるんですよね。これやってることおかしいんだよな。どんだけ引くカード。これ死ね俺。召喚券使ったよな。召喚券使った。はいはいはい。でスローに行こうか。死ぬかなこれこれ。死ぬのかな。死ななかったら逆になんかウロボロスとか出てきて2000くらい打点ぶん殴ってくれるのめっちゃありがたいんですよ。こっちは崩壊デッキなんでゴーゼの墓地効果 が使えるんで2000以上の打点でぶん殴ってくれるのめっちゃありがたいんですよね。死ぬんかな俺。これ何出てくるんだろう。こっからでも手札5枚、いややばい。はい、ウロボロスどうぞ、ウロボロスちゃんどうぞ、モンスター効果どうぞ、ウロボロス効果で1枚破壊します、ワンドローします、どうぞ。死にますよ俺。死にますか。え、行くぞ、モンスターを特殊召喚。よし悪く思うな。え、